本日もよろしくお願いします。はい、よろ、えー、では今度は巨人在籍時代、はい、外国人の投手編を川合さんど,どのぐらい覚えていらっしゃるかお伺いしてまいりたいと思うんですがまず入団して最初にいらっしゃった方はカムストック、はい、そうですね覚えてらっしゃいますか覚えてます左のねえとまあ左で比較的真上からこう投げていってね、はい、まあちょっとあの少しこう口ひげを生やしているようなで、はい キャッチャーが専属の山本浩二さんね。あ、そうだったんですか。はい、山本浩二さんって方はキャッチャーにもいらっしゃったんですか。そうです。あの、それこそ工藤さんの愛工大名電の時のキャッチャーです。はいえー、その方もプロに入られて。はい、山本浩二さんっていうのは三人ダンスです、ね、じゃあ、プロ野球には。そうですね。あ、そんな方いらっしゃったんですね。はい、そうなんですあ、でも巨人でも。普通に発祥とかされても,ロも、ロッテのいいピッチャーでしたよ。あ、そうだった。はいまある名前だけは。<の> そのすごい号泣投げるタイプではなくてねどちらかというとこの多分あの当時のこのスクリューボール、はい、これとこ,のこっちのまあ中へ右バッターの内側に入っていくスライダーとかカーブを投げる、うん、こういうあのど同じチームの投手とは紅白戦とかでは対戦したことはあるんですかね。か何回かはあると思いますね。 はい、でその頃にまたその翌年ですね86あ6年に入団されるのがサンチェサ、うん、サンチェサンチチェェ僕ら子供は「カットバセ清原君」という漫画があったんですけど<う>サンチェ顔がでかいから飛行機から顔がはみ出てるとか<ー>そんなキャラクターで描かれてて、はいはい、子供たちからすごい人気のキャラクターでしたが、はい、でもサンチェは僕もすごい覚えてるし。はい あのいいピッチャーだっていうイメージがすごいありますね。こうあまあ今でいうツーシーム系とあのこのスライダーというかカットみたいなボールをすごいこう投げてた。はい、はいでも。でもサンチェで覚えてるのは、はい、なんかあるとコンヨコンヨって言って。はんですか。コンヨノホだって言って多分、ね、スペイン語で。はい うん、多分この野郎。<ー>悔しがるときね、うん、こんにょこんにょって言って、ずっと言ってるイメージがありましたこんにょこんにょ。にょ <laughs> はい。はい。でもいいピッチャーだったんですね。いや、いいピッチャーでした。普段は穏やかな。穏やかでしたね。普段は試合中かかか。はい。穏やかで、そんなにね、なんかこう。いつもこう。 喋って騒いでるっていうイメージではあんまりなかったような気がしますね。はい。なるほど。ジョン・パセラっていう投手は覚えます。パセラ、うん、聞いたことあるね。パセラ、でも右ピッチャーだったかな。ジョン・パセラは右投げ右投手ですね。右投げでニューヨークメッツとかとデトロイトタイガース。あと巨人はでも一試合も投げてないです。投げてないですか？投げてないです。ゼロですね。キャンプだけだったんですかね。 とかのでも名前は覚えてますねパセラすごいな覚えてました、はい、で、えー、その翌年88年にガリクソン、うん、ガリクソンそうかガリクソンって88年からですか東京ドームからですよねねえあガリクソンはでも、ね、結構やっぱり活躍したし14勝ですね 1>,、はいはい、1年目 1> はい結構長く一緒にやったイメージありますね 2>, 2年間 2, 2年ですか年東京ドームの 二年目が14勝で2年目が7勝でも、もう存在感というか名前とかすごいあったあと、よく CS で巨人戦の中継やって試合終了後昔の試合よくそのまま流してる感じでいつもガリックソン投げてるのとあとやっぱ一茂さんの。 初ホームランを。ああ、そうですね。ガレクさんの時に打った、はい。ガレクさんはでもいいピッチャーでしたよ。いいピッチャーです。うん、まあ彼はその、えー、糖尿病でね、うん、注射を打ちながらっていう、うん、それも一番有名な選手で、はい、彼もあんまりしゃすごいなんかこう喋るイメージあんまりなかったけど、はい、すごくいい性格で、えー、多分。 投手コーチが一番仲良かったんじゃないですかね。ああそうですよねその後すごいです野手ばっかり補強されてます90年91年ピッチャーいないです、ロメースクロマティブラウンの頃でで92年にちょっと僕覚えてますケアリーっていう投手左投げあ覚えてる左投げ左投げいらっしゃいました3勝5敗ですね。 で、あとはいたかな。ペレスっていう投手がいて、それはピッチャー、それはでももう三試合しか登板してないですね。えー、ピッチャーがあまりいない時期が。ペレスってどっち投げですか。えー、ペレスは、えー。左投げです。左投げ、あな、なんとかイメージある。イメージはあります。うん、でも。九、だから九十年、九十九十一、九十九十三、四、うん、年間はもう。 ほぼあんまスケート外国人の投手がいないです,です、ね、だからその当時ってなんかもうちょっと藤田さんの頃ですよね、はい、あんまりその外国人がいてそこになんかこう頼りっぱなしっていうイメージがあんまりなかったですもんねすすごいピッチャー陣いましたもんね,ねい,いましたからね3本、はいまあ、柱しっかりし,してたんでねそういうことですよね でその次に取ってきたのはジミー・ジョーンズはいジョーンズ右ピッチャーでもジョーンズは、ジョーンズはでも勝ちましたね、1年目7勝2敗ですね。はいはい、ジョーンズはなんとなくイメージがありますね。ありますか。あとがその次になんか活躍したなという96年が結構、著村民にガルベスですね。まあそうですね、まあ、この2人はもうすごい僕もよく覚えてますよ。 チョソミンは1年目は投げてないんですね、1軍では。すごい活躍したときありましたよね、オのルスターまで怪我するまでは。いいピッチャーでしたよ。いいピッチャーでしたいいピッチャーだった。あと、かっこよかったし、男前やったしね。どんな方なんですか、チョソンさんいや僕はすごくまあまあ、仲良くしてたんで、はいだから、まあその後ね、ちょっと残念な結果になってしまったけど。

ピッチャーとか多分いたと思うんで、うんうん、韓国が遊びに行ったりとかしてた人いたんじゃないかな。えーはい、そういうのはね、何かあったと思いますよ。はい、その当時。で、ガールベースです。はい、ガールベース。ですよガールベースね。<laughs> もう、巨人の歴代外国人の投手で一番印象深い、うんうん、かもしれないですね。そうそう、いろんな意味含めて。はいはい、でも、初年度で、これ最多勝なんですかね、16勝とかだと。うんうん い,やいいピッチャーふ普段どんなもう僕らからすると、ね、甲子園の印象しかないのであと甲子園の,あの騒ぎでしょ名古屋球場で山崎武史の頭の上に投げて大乱闘になったとね、はいはい、でもこれは伏線があったんですよその前に落合さんがあのデッドボールを当てられたんですよ、はい それでその時ちょっとガルベスに投げてて、はい、絶対報復するなって言って、うん、ベンチで、うん、あの止められたんですよ <laughs> <ー>みんなに絶対やるなって言って<ー>で本人うんうんって言って言ったのいきなり言ったんですよすげえそれってでもガルベスがすごいやっぱ人命と重いっていういやそういうことです,そうっすよね、うん、あれいいよ。あれあそうなんですねただ俺はあの時は しかもあんま見たことないやつが日本人のやつがバッとこう置 <laughs> いておったんですか河合さん、ま、もあ行ったって思いましたいやいやそう思いましたよ<あ>でもあの二人のあそこへちょっとさすがに入っていく勇気はなかったね <laughs> <laughs> まあショートからちょっとショートからなんか一番遠いんで、うん、あれ一番最初の間入っていったのは落合さんじゃないですか。うんなる はい、あそこの間へこう、バーッとこうって入っていったけど、もうちょうどこう入っていくか行かないかの時に。はい。あの、ガルベスもこうやって、まあパンチを食らわそうとしてるし、<laughs> 山崎武志もなんか。こう、手を出していきそうなところへ落ちたのが、バーッとこう入っていったんですよね、<laughs> っねおっさんも。<laughs> もう、その後もみくちゃですわ。はあ<ー>。<laughs> あれはね、あれすごかったな。すごかったですよね。ね。あとガルベスって言ってもあれなんですけど。 バッティングすごくなかったですかいや、バッティングすごかったですよ。あの神宮でとんでもない飛距離も、はい、打ちました打ちました、それも覚えてます。あれ、うん、もうフリーバッティング、ガルベスとかバッティング練習とかでも結構やっぱ打つのいや、打ってました。彼も好きでした、バッティングが。あれ、あれ、ガルベスのダリ、うん、えっ、ガルベス、何本もホームラン打ってますもんね。いや、打ってます。あの、うん、ホームランは通算毎年2、3本打って、<ー>合計、あのー、 10本打ってますもんね <laughs> ホームラン10本打ってあと打率が97年に至って七70打席あって2割3分打ってます、はい、ピッチャーで2割3分打ってわざと三振あるって考えたら2割7分ぐらい打ってるぐらいの <laughs>、はい、ありますありまますすああれガルフェスの飛距離すごかったですねすねもうすだからその何て言うのかな彼は、まあ、上半身にも力あったけど、はい、こう体になんかこうバネをすごい感じるね、うんまあ、投げ方もそうじゃないですか 意外にこううこうごついけどこうしなって投げるタイプだったんで確か,に確かにそうですねガルベスはあのゲームでバッティングがちょっと良くなったりしてましたもんねガルベスは僕も、あのーまああいう、ね、あの審判の方にボール投げて、うんうん、<coughs> ああいう事件を起こ,起こして、まあ、そ,それをきっかけに、まあ、長嶋さんが頭を丸めたりとかね、はい ね、ありましたけど、はい、あのガルベスはどちらかというとやっぱりそのななんちゅうかなそのむちゃがちゃなようにやってるイメージありますけど、はい、実はすごいやっぱりチームプレーにこう徹するというかやっぱチームの勝利に貢献する、はい、でチームメートのことを思ってやるそういう優しさありましたうん、はい。どうしてもあれがクローズアップされますけどそうなんですよね。 あそこしか見なくなって、はい、でマリアナ・ダンカンもその時にしか見ないみたいな、うん、こうあそこのセットの印象がやっぱ、ね、いやだからあ,あれも何回もガルベスが、うん、そのきわどいボールのやつを「ボール」って言われるたんびにこうだん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 機嫌が悪くなっていくのを僕はこうショートから見てたので、うんはい、あこれまずいなってってずっと思って何回もこうマウンドへ行ったりしてこう。 眺めてたんですよでもうどうしてもブレーキが効かなくなった時に、まあ、ベンチから出てきてもう交代って言って帰れって言ってなったんですよね。は<ー>それはもこうその前に伏線があったのでもうイライラが募って募って最後爆発してしまったっていう、ね。なるほどでもちゃんとあれ当たらないように投げてますからね。 その時に入団同時期に入団したのスーパーマリオですよね、マリオ抑えの。あマリオね、のそのほう、よ高いね。はい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 。彼もドミニカだったと思うんですけどね、そうですね、マリオもいいピッチャーでしたね。なんか抑えで活躍した印象があります、優勝したときにはマリオがね、活躍した印象がありますね。 マリオっていうからスーパーマリオのポンセかなと思って。ああ、すみません。<laughs> そうそうなんかスーパーマリオって言ってた気がするなと思っておさげなって <laughs> なんかポンセはもうガチで似てますからね。ねそうですね。細川さんの忘れられない話もぜひご覧ください。